今回は、服部平次に関する、驚愕の新事実を紹介していくぜ。アニメや単行本に含まれない内容もあるから、ネタバレ注意でよろしく頼むな。西の高校生探偵である、平次は、新一のライバルであり親友。推理だけじゃなく、恋バナをしたりなど、コナンが本来の人格で接することができる、数少ない人物だ。そんな平次について調べていると、平次と黒の組織には、怪しい接点があることが分かったんだ。あら、親友の平次が、敵なわけねえだろ、バーロ、と思ってしまうけど、いくつか怪しい点があるから、順番に紹介していくぜ。まず紹介するのは、黒の組織は関西に何かしら関係があると考えられることだ。それには根拠があるのかしら？それが、関係がありそうな情報がいくつも存在しているんだぜ。一つ目は、関西弁を話す、テキーラだ。コミックス12巻で登場したテキーラは、関西弁を話す人物。確か、登場してすぐに爆発で消えたポンコツキャラよね。まあな。テキーラは、コテコテの関西弁が特徴的だった。二つ目は、組織に潜入していた、E さん本堂が、関西にいたことだ。キールこと、水無しレナの父親である E さん本堂は、娘と同じく CIA の諜報員として、組織に潜入していた。スパイだとバレて、悲劇的な結末を迎えたが、実は関西にいたことがあるんだ。水無しレナの弟、本堂英介は、父親の E さん本堂と一緒に、関西で暮らしていたことが明かされているぜ。関西にいても、別にどこもおかしくない気がするけど。E さん本堂は、黒の組織を調査していた人物。だから、わざわざ関西に住んでいるのは、あれれ、おかしいぞ、って思えるんだ。関西には、黒の組織に関する何かしらの調査対象があるのかもしれないぜ。三つ目は、マリアちゃんだ。マリアちゃんは、コナンたちのクラスに転校してきた、関西弁が可愛らしい女の子。コナンと同級生ってことは、小学1年生よね。そんな子が、黒の組織とどう関係があるの？マリアちゃん自身は、黒の組織と直接関係ないと思うが、めちゃくちゃ怪しい人物なんだ。あら、そういうなら証拠があるのよね？ああそうだ。転校生は重要人物ばかりなこと。マリアちゃんがメインで登場する回で、組織のボスがカラスマレニアだと判明したこと。イエス・キリストの母親と同じ名前ってことなどが理由だ。確かに、妙だな、と感じてしまうわ。ただの転校生とは思えないわ。だろ。もしかしたら、ボスの判明会で、関西弁のマリアちゃんが登場したのは、組織と関西に関係がある暗示と考えられるってわけだ。最後の四つ目は、コナンたちが平時と大阪で会った時、組織のメンバーが登場していたことだ。コミックス19巻では、平時がコナンたちを大阪に招いている。青山先生は、初登場会に伏線を張っていることが多い。例えば、アムロの初登場会では、バーボンや、スパイの言葉が登場し、オキやスバルの初登場会では、赤い人の言葉が登場していた。じゃあ、19巻で平次が初登場だったのね。いや、この回は、平次ではなく、カズハが初登場した回で、黒の組織のメンバーである、沼淵、喜一郎が登場しているんだ。平次と恋人同然のカズハが初登場し、コナンと初めて大阪で対面した回で、組織のメンバーが登場したのは、何かの伏線と思えるだろ？これだけ証拠があれば、黒の組織は関西に何かしらの関係があるのは間違いないぜ。バカね。これだけだと、関西と関係があっても、平次は関係ねえだろ、バーロ。ってなるけど。そうだな。まあ次の考察を聞いてくれ。次は、平次と組織の関係を紹介していくぜ。まず注目したいのは、平次が黒の組織に関係する回に、意外と多く登場していることだ。先ほど紹介した、コナンたちを大阪に招待した時には、組織のメンバーである沼淵、喜一郎が登場。不老不死伝説が残る三国島を訪れた時には、島に来た人の名簿の中に、黒沢仁、魚塚三郎、宮野志保、と書いてあり、メンバーの名前が登場している。また、組織のボスがカラスマだと判明する回では、別の場面とはいえ、ここでも平次が登場しているんだ。そう考えると、平次は意外と組織の関連会に登場しているのね。そうなんだ。そして、特に注目すべきは、次の二つの情報だ。一つ目は、大岡もみじと、イオリムガの存在。あのベルモット並みにセクシーな女子高生である大岡もみじは、平次と何とかして付き合おうとしている。もみじは本人だけじゃなく、執事のイオリムガも巻き込み、平次はいつも監視されているような状況だ。普通に考えたら、お金持ち女子高生の行き過ぎた恋心って感じな気がするけど。実はもみじとイオリが平次を追う理由は、組織と関係があるからなのでは？とも考えられるんだ。あら、そのセクシーな女子高生と黒の組織にどう関係があるのかしら？その理由は、大岡家と羽田家のつながりにあるぜ。
大掛は、17年前に亡くなった羽田浩二の実家である、羽田家とつながりがあって、暗号の解読を依頼されていたこともある。羽田家は、赤井勤に頼んで事件の真相を探るなど、独自に調査をしているし、もみじの羊のよりも、どこかの捜査機関の人物と思える描写もある。となると、羽田家と関係があり、伊織といつも一緒にいるもみじは、単なる恋心じゃなく、何かの調査で、平次とつながりを持とうとしているとも考えられるってわけだ。二つ目は、アポトキシン4869の解毒薬は平次がきっかけで作られたことだ。あら、灰原の天才的な頭脳のおかげじゃなくて？今は灰原のおかげで一時的な解毒薬ができているけど、初めて元の姿に戻れたのは、あるお酒がきっかけだった。そのお酒は、バイカルという中国のお酒だ。風邪の時にこのお酒を飲むと、一時的に元の姿に戻ることができたんだ。バイカル？初めて聞いたわ。めちゃくちゃマイナーなお酒ね。そうだな。そして、このお酒を飲むきっかけは、平時にある。平時は新一に会おうと毛利探偵事務所にやってきた時、手土産としてバイカルを持ってきたんだ。そしてコナンに飲ませたことで、元の姿に戻ることができたってわけだ。この一連の流れ、妙だな、って感じがしないか？確かに、平時はまだ高校生で、お酒の味なんて知らないはずよね。それに、お酒好きの小五郎がいるとはいえ、蘭もいるのにどうしてわざわざお酒を持ってきたのかしら。さらには、風邪気味のコナンに飲ませたことも妙なんだ。新一だとしても、まだ高校生だし、この時はコナンを普通の小学生だと思っていた時。小学生にお酒を飲ませるなんて、普通だったらめぐれ警部や高木刑事に捕まり、ボコボコのギタギタにされてもおかしくない行為よね。お前、ひどい想像だな。コナンが初めて元に戻った一連の流れを見ていくと、平次がパイカルを持ってきたのは、単なる偶然とは思えないってわけだ。このように、平次には、黒の組織に関係がありそうなシーンが多数ある。コナンと同じ高校生探偵の平次が、あの極悪茶番集団である、黒の組織と関係があるなんて。本当だったらかなり衝撃的ね。それが実は、平次のおじいちゃんが怪しいと考えられてるんだ。あら、根拠はあるのかしら？その理由は、平次の肌の色と、青山先生の発言にある。そういえば、平次はヒサロに通ってるかと思ってしまうくらい、かなり色黒よね。色が黒いのは遺伝で、おじいちゃんに由来があると言ってる。でも、そのおじいちゃんはまだ登場していない。そんな中、あるインタビューで青山先生は、平次の色黒は祖父の遺伝です。祖父、見てみたいですか？と語っていた。組織のメンバーが黒い服ばかり着る理由が、ボスの肌の色にあるとしたらどう思う？肌の色が濃いから黒い服を着るってこと。かなりこじつけな考察に感じるわね。あと、平次が登場した、三国島の時には、ある怪しい名前も登場しているんだ。それは、大黒連太郎。名前しか登場していないけど、陣やウォッカの名簿と一緒に載っていて、黒がつく名前から、組織のボス説も囁かれている、怪しい人物なんだ。ボスの可能性がある、大黒連太郎が、平次のおじいちゃんだと考えられるってことかしら？父親は服部で、母親の旧姓は池波だから、名字は違ってしまうけどな。だが、コナンの登場人物だと、赤い一家みたいに家族でも名字が違うのはよくあることだ。平次がお土産に、バイカルを持ってきたのは、ボスであるおじいちゃんが、研究も兼ねて自宅にたくさん置いていたからだとしたら、まさかここまでとはな、と感じてしまう、凄すぎる伏線ね。今回は、平次と黒の組織に関する驚愕の事実を紹介してきたぜ。灰原は以前、あの方の正体は到底信じられないほど、意外な人物かもしれない、と言っていたが、平次に関係があったら、めちゃくちゃ驚きだ。さすがに平次本人がボスっていうのはありえない気もするけど。でも、数々の怪しい接点を考えると、つながりがあってもおかしくなさそうだぜ。他にも、平次と黒の組織の関係についての伏線があれば知りたいわ。そうだな。視聴者の中に、平次と黒の組織の怪しい接点を知っている人がいれば、ぜひコメントで教えてくれ。それではまた、次の動画でお会いしましょう。